ランニング食堂です、本日の動画はですね、とあるものを購入してきたので動画で紹介してみようかなと思います。まあとあるものっていうのもワークマンに行ってきまして、で、最近はもうめっきり寒くなって着る服がないなと思ってたんですよね。大会 T シャツとかで結構半袖 T シャツとかはいっぱい持ってたりするんですけど、長袖であったりとかもあんまり持ってないんですよね。あとは上に着るジャージ系ですね。そんなにいるかって言われたらそんなにいらないかもしれないんですけど、やっぱり走る上ではなんかこう気分転換のためにいろんな種類持っておきたいじゃないですか。だいたい僕は去年までは 2,3 着をこう回してきてたりとかしてたんですけど、まあ、今回新たにまた1着購入してみました。でそれがワークマンで購入したのが、まず長袖 T シャツですね。こちらフィールドコアっていうブランドか、ファインドアウトじゃないんだ。でこれがブロックフリーストレッキングハーフジップっていう商品で、お値段が1280円ですね。んでカラーはブラックです。これの良さっていうか、こう書いてあるのは、なんか表の糸に酸化チタンとセラミックを練り込んであるので UV カットになるみたいです。ほんでブロックフリースなんであったかいんだと思うんですよね。そう、ここがブロックになってるんですよ。見てわかるかな、映るか、映ってると信じよう。ここがこのブロックつぶつぶつぶっとなってて、これが多分一個一個フリースになってるんですよね。だからめちゃくちゃあったかいんだと思います。でこのジップもついてるんで、こもった熱はしっかりと下ろして解放してあげるとか、締めてあげてハイネックになってるのであったかいという素材です。で、まあ、これの良さというか個人的にはいいなと思ったのが、この裾ですね。裾がラウンドカットになってるんですよ、若干。これが僕結構好きで、このボックスカットだとタイツと合わせた時になんかちょっと見栄え良くないんですよね。だからこのラウンドカットになってるやつがすごく好きなんですけど、まあ、なかなかそれって安いブランドとかだとあんまりないイメージなんですよね。あと GU ユニクロだと、まあ、その辺はやっぱりこのワークマンさんは多分スポーツウェアを歌ってるだけあって、めちゃくちゃその辺はこのランナーのかゆいところに手が届くというか感じで、ランナーのあの要望があったのか分かんないですけど、ラウンドカットになっててすごくいいなと思いました。でここにポケットも1個あります。結構これも僕気に入ってて、あの iPhone とかって、僕も iPhone 時々持って走ったりするんですけど、胸ポケットにポケットがあったとしても、ここがめちゃくちゃでかかったら iPhone ここで揺れるんすよ。わっさ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 って、それすごい不快なんですよ。なんですけど、ここのポケットは少し伸縮性のあるものになってて、 iPhone がぴったり入るぐらいのサイズ感になってるんで、使ってない iPhone がありましたんで、ちょっとこっちを使っていくと、これ iPhone7 だっけな、 iPhone のめっちゃ古いやつですね。若干ちっちゃいタイプの iPhone です。で、あのカバーなしだとサイズ的にはこんな感じなんで、少しゆとりはありますね。これだとこんな感じで、はい、感じですね。これもちょっと後で着て揺れるかどうか検証してみましょう。多分、まあ、ただそんなにゆとりがあるわけではないので、この程度の揺れであればなんとなくいいかなと思います。あとはこの生地的にもちょっと硬い生地使ってるので、なんかこの揺れを感じないような気もします。これが1着、お値段が1280円。こんだけ機能揃っててこの値段はめちゃくちゃいいと思います。この辺もなんか脇のところも、このなんていうんですかね、立方裁断っていうんですかね、その体に沿った形で作られてるんで、動きやすさも抜群だと思います。これと買ったのがもう一個、ウィンドブレーカー的なやつ。これがファインドアウトのやつで、耐久撥水ストームシールドジャケットってやつです。サイズは L を買いました。これはお値段が、2990円ですね。あ、2900円です、税込みで。あったか素材のやつで3000円で買えるってすごい時代になりましたよね。一応外側はこんな感じで、このシンプルなブラック、一応ここに裾のところにリフレクターがついてるんで、暗闇でも反射してくれるって感じです。水なんで
しっかりと二重になってるんですよ、ここが。で、おしゃれにここに、あの、見えないところにもおしゃれで。If you want to be in, find out. どういう意味だろう。ちょっと意味はわかんないですけど。で、中はこうやって蛍光色の黄緑ですね。で、フードの裏がこんな感じでおしゃれに、なんだろう、この総柄みたいなやつが入ってて、ここにオレンジの線が入ってると。いや、めっちゃこれおしゃれでしょ。で、一応これが50回洗濯試験しても持続する撥水性能らしいです。で、防風、ストレッチ、リフレクト機能付きって感じですね。まあ、50回洗濯って言ったら、毎日来たら大体洗うんで、1ヶ月、2ヶ月ぐらいでもうダメになるのと思っちゃったんですけど、撥水のジャケットなんですけど、撥水は50回までなんですよね。50回ぐらいまでなんですよね。なんですけど、まあ、撥水自体は僕そんなに使わないんで、どっちにしろ雨降ってる時に走る時ってこれ着た上に多分大体カッパ着たりするんで、であればこの撥水の機能は正直なくてもいいかなってところで、まあったかさ重視と、このなんかデザイン性と価格の面でちょっとこれは選びました。なので、この50回洗濯っていうところについては、まあすごいんでしょうけど、僕はあんまり気にしないで買っちゃいました。で、ポケットはこっちはすごい大容量、めちゃくちゃ入る、何でも入る。で、ポケットのところも裏地がフリースみたいになってて、あったかいということで、大会とかでもこれは普通に使えるんじゃないかなと思います。じゃあ早速ちょっと着てみましょうか。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。でめちゃくちゃ良くないこれ。で、これここにこうやってポケットあって、めっちゃあったかい。これ後ろリフレクター付き、めちゃくちゃいい。なんかこれ普通にナイキとかにもありそうな感じですね。 L サイズを、僕これ L サイズ買ったんですけど、身長167で体重53の僕なんですけど、 L サイズで結構ぴったりかなと思います。もう、まあ、サイズ的にはこんな感じでいい感じですね。中にもっと着込もうとか思ったりとか、もうちょっとゆとり欲しいなと思うんだったら、もう一個上上げてもいいかなっていう感じです。だから結構ちっちゃめには作られてますね。僕は L サイズを購入しました。そう、ここにこの文字が入ってたりとか、中はこんな感じ。じゃあ中、インナーですね。これも取っちゃおう。中のインナーはサイズ M で購入しました。あ、こっちについては、こっちについても結構やっぱちっちゃい、ちっちゃいというかぴったりですね。ぴったりめに体に沿うような感じのデザインですね。デザインというかサイズ感です。腕周りとかも結構もうぴったりと吸い付くような感じになりますね。ここはちょっとゆとりがあるね。あ、多分、あ、これここゆとりあるんですけど、多分これあれですね、ここに穴開いてるんで、アームウォーマーというか、こうやって着るように多分ここは長く調整してあるんだと思います。これで手が寒くないという、燃え袖にできるやつ、うん。で、ここは上まで締めればハイネックであったかいし、まあ、熱こもってきたらここ開けて、そう、ここ開けて排熱するっていうのもできます。 iPhone 入れてみましょうか。ケースつけてない状態の iPhone です。これがここにすっぽりと入ると。あ、これあ、まあ揺れはしますけど、多分ここになんかベルトがなんかつければ問題ないですね。揺れるのはどうしても重さがあるので、それが T シャツが一緒にこうふわふわになっちゃう感じはあるので、でもロングジョグとかするとき、ここにだいたい腰ベルトとかウエストポーチつけると思うんで、ここになんかつけちゃえば揺れ気にならないんで、めっちゃいいかもしれない。でもウエストポーチしたらこれいらねえかえ、でもこれめっちゃいいわ。しかもあったかいし、これ部屋着にも一つ欲しいぐらいな。はい、いかがでしたでしょうか。これ2つ買って、5000円しないぐらいです。4000、5000円出してお釣りが来る感じだったので、
そう考えたらめちゃくちゃ価格破壊っすよね。さすがワークマン感じで、しかもめちゃくちゃスタイリッシュなんですよ。それは売れるわなって思うようなデザインになってました。もしかすると大会とか行った時にはもう大会でワークマン旋風が起きて、なんだ、足元はベイパーフライなんだけど上はウィンドブレーカーワークマンみたいな感じの時代が来るんじゃないかなと思うような商品でしたね。これはいいわ。今日の動画はそんな感じで以上になります。めちゃくちゃ安いんで試してみるのもいいかなと思います。